吉田さん、こんにちは。やっぱね、裏方表方いろいろありますけども、私もね、まさか自分の人生とかビジネスのその戦場にですね、まあ吉谷拓郎っていう人物がね横たわってると思わなかったですね。そのローが同じっていうシンパシーもありますけども、まあ、それを超えたね、もう何かを感じるかなと思います。それが何かっていうのは分かりませんし、多分ねずっと分かんないんでしょうけども、その分かんないところがいいですね。分かったらそれで旅が終わっちゃうんで、だから分かんないまんまに、まあ、進んでいこうかなと思います。まあ、このね、冒頭でね、もうすでに動画の再生止める方いると思いますけども、まあいいですよ。これは吉谷さんだけに送ってるメッセージなんで、いつもながらね。はい。それでですね、なんかね、私はね、きっかけになった、そのスマホアプリってあるじゃないですか、あの懐かしいやつ。いや、あれがね、今ね、この動画のやり取りの、なんか、どこにも入ってないのが、すごく寂しさはありますね、ちょっとね。だからボンジテっていう言葉をその彼から聞いたわけですよ、私は。で、さすがいいこと言うなと思ったんですよね。で、20時間ライブセミナーね、やってましたよね。でもあれ、今振り返るとね、その裏方の人がやらせていたのかなって気もするんですよ。裏方の人がプロデュースしてこれやりましょうっていうふうに言われたからやっていたのかなとも取れるんですよね。そんなことはないと思いますけども、ただ今日の現実だけ捉えると、まあ、私が見えてないだけだと思うんですけども、私の見えてるところにはその当時のねスマホアプリの先生はいないわけですよ。で、スマホアプリの先生を操っていた先生が目の前にいるんですよね。そう考えると、ああいうふうな企画も今日っていうね、私の材料、吉谷さんの材料を作る、もしかしたら養分や踏み台になっていたのに過ぎないのかもしれないです。まあそうは思いたくないし、別の角度でね、スマホアプリセミナーも今広がってると思いますけどもね、いろんな形になって、でも私がネットビジネスというものに出会って、そこに足を踏み入れて、今日の今日までこのペースで付き合えている人ってのは吉谷さん一人だけですね。他の方は通り過ぎただけ、もしくは一瞬一緒にいただけ、なんかちょっと寂しい気もするし、だけども反面、まあこんなおかしなことにね付き合ってらんねえよっていうふうに烙印をされてるのかもしれないですよね。この低アクセスで何とも思わずに動画の量産だけしてるというね、奇妙な関係だと思います。まあここでね、もう一つ強調したいのは、まあ見えているかなってことですよね。自分の姿は実はですね、誰がいつも目の前にいてくれるのかで分かるんじゃないかなと思うんですよ。まあ吉谷さんを見てるとね、まるでね、もう自分自身を見ているような気がしますよ。なんかね、妙な表現ですけども、自分自身は自分しかいないんですけども、あれ俺こういう風に見えてるのかみたいなところが結構ね、客観的に自らのことをね見て、まあ本当に興味深いなと、思いますね。だってその返信をするっていう作業がね、他の人は続かないわけですよ。よく来るなみたいな感じですよね。時にはね、何を言ってるのか分かんないような動画もあったと思うんですけども、そこになんかストーリーを感じてですね、そして続編を作ってくるこの吉谷さんのコンテンツ力、まあ他の方にはないんじゃないかなと思いますよね。なんか1秒ぐらいの動画にすら返信して来たことがありますからね、あーみたいなのに返信みたいなね、いや本当にユニークですよね。まあこういう関係が持てる人っていうのは、まあ後にも先にもないし、まあなくていいかなと思ってます。さすがにこのねやり取りを誰も彼もがしちゃうと、私の人生は本当カメラの前から離れられなくて終わっちゃいますからね。まあだからね、このペースがちょうどいいのかなというところに落ち着きました。スマホアプリセミナー、なんか帰ってきたスマホアプリセミナーっていうのは、これ良くないですか、これ。これ面白くないですか、スマホアプリセミナー。でもタイトルはそれだけでも中身は違うみたいなね、ただ YouTube するだけ、 YouTube のスマホアプリセミナーみたいなね、なんかどっかでね入れ替わってましたみたいなのも面白いんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。